大谷翔平がなんかすごい好きで、いつもあのニュースとかで見て超えられるように頑張りたいみたいです。どういったところが好きですか？野球が強いところ。もう上手い。大谷翔平を越したいから。バットを耳と肩がこう出してもらう。ここをまっすぐとして打席のラインとしてちょっと立ってみようか。よしよ。いいね。まず構えてごらん。よし、構えるでしょ。で最初ここの足まっすぐ、ここの足まっすぐ、なるべくこうつま先はまっすぐ、そうで打球遠くに飛ばしたいでしょ。打球遠くに飛ばすにはまず足上げでしょ。足上げてからここで一瞬止まる。必ず一瞬止まる。そうするとここに体重が乗るから。一瞬まず必ずここに止まる。ここから構えてて、そのまま行っちゃうと体重がこっちに力がたまんないから、構えてパーンって一瞬止まる。止まってからパーンっていけば飛ぶから、一瞬ここでなんとか頑張って止まる。で止まってからダーン、そう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 、絶対それ。いや、もう一回、そうそう、多分村上とかこう一瞬止まるから、ね、止まってパーンって、足上げてちょっと止まってみよう。そう、止まってそこからダーン、そう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 、オッケーオッケー。足上げた時に足上げて気をつけなきゃいけないのが、手も一緒に上げてあげる。そう、手がここにあるとバランスでこう悪くなっちゃうから、手もパーンとこう引いてあげる。そうするとバランス良くなるから、手も少し引いてあげる。そう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 、止まってドン。タイミング的には1でしょ。12、ここで2が長く、でそっからダーンと持っていく。そう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 、なんで止まってあげるかっていうと、タイミングも合いやすくなる。こっからボールに対して合わせにいくと難しい。でこれも待ってあげる。でこっから合わせてあげるだけ。だから構えは正直何でもいい。力が入らなければ何でもいい。こう構えておいて、これが本当の構えだ。ここから合わせていけばいいだけだから、初めにポンポンと作っちゃう。そうで、ステップ幅はね、ちょうどバット1本分がいい。そう、このぐらい側のステップは取った方がいい、必ず。そうすると一番下半身力入るから。で次ね、今だいたいステップ幅がバット1本分で、2位で止まるでしょ。2位で止まって、で今度こう足出す、足出してって、そう、こうつくでしょ。ついた時にこの足とこの手の距離が長ければ打球飛ぶから。手は引いたら最後に置いといて。そう、大谷とかすごいじゃん。パーンってこう取るでしょ。グーンっていくでしょ。手はこう近づいちゃうと、必ず手は置いといて。そう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 。止まってドン。そう。オッケー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 。いいよ。で、こっからちょっと難しくなるからね。ここからちょっと難しくなる。
で構えるでしょ、足上げてここでちょっと絶対止まるんだよ。でこっからがちょっと難しいんだけど、今度ボールをなるべく遅く見た方がいいでしょ、遅く見てタイミングが合った方がいいでしょ。だからこう構えるでしょ、構えて止まる、止まってからすぐ行くんだけど、こっからポンと打ちに行っちゃうとタイミングで合わない。だから1、2、4っていう感じで、今度ゆっくり足を下ろしていかなきゃだめ。1、2、4、3、そう、そのイメージ。1、2、4、3、そう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 、この1、2、4の時間がめちゃめちゃ大事だから、必ずこのね、ノーっていうのがバッティングは必要になるから。でもこれ覚えちゃえば今の倍に出ると思う。グーっていうのが遅いとボール遅く見える。ここからストーンっていっちゃうと球速く見えちゃう。グーってストーンって打つだけ。1、2、4、3。ここ結構さ、なんかノーって難しいじゃん。足上げて。足上げて、ちょっとこう山を作りながら。こういく。そうするとノーっていうのがやりやすいから。この形ね、まず、OK。次、振った後に顔も一緒にこうやって回っちゃダメ。顔は最初こう前の肩乗るでしょ、顎乗るでしょ。顎前の肩に乗って振り終わったら後ろの肩に顎が乗るぐらい顔を残す。一緒にこうやって回っちゃうと打つとこ見えなくなっちゃうから、こうやって回っちゃうと必ずこう振ったら顔残る。そう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 、必ず後ろの肩に顎が乗んなきゃダメ。そう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 、顎が乗る。そう、結構こうボール来るでしょ、ボールを打った後もずっとこうボールを見てればいいです。そう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 、こういう形になれば OK。 顎乗ってるでしょ、この形になれば OK。 これが一緒にこうやって回っちゃうとボール見えなくなる。こうやって回っちゃうとこう最後までボールを見て、でこう、そしたら次スイング、スイング一回振るわ。そうそうそう、スイングはイメージはね、ここベースあるでしょ、ベースあるでしょ、ベースがあったとしたらベースの上はこうバットは横に通らなきゃいけない。ベースの上をこうやって真横になるべくね。これがこう上からこう入りすぎてもダメだし、下から行き過ぎてもダメ。ボールに対してこれが刀だとするでしょ、これが刀だとしてボールに対してそう横に真っ二つにスパーンとこう切ってあげる感じ。 OK、 こうボールが来るでしょ、ボールが来てこれが刀だ、そうそうそう、横にこうそうそうそう、スパーンとこう真っ二つに切ってあげる感じ、横にこうスパーンって、これがそう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 、
実際に打つ時にようやくこうヘッドが下がるんだけど、ここは下がるんだけど、ボールを打つまではそう横にこう入ってこなきゃダメで、こう打つ感じ。イメージは真っ二つにこうスパーンとこう切ってあげる、そのスイング機能。そうするとヒット一回打てる。そう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 、横にボールのここを打つイメージ、ボールの内側を打ってあげるイメージ。そうすると打球って飛ぶから。OK、 このボールに対してその内側でこう入ってあげる感じ。ここそうするとヒットになりやすいし、打球が飛ぶ。これが正しいスイング機能。必ず横に振るんだよ。そうそう、横に横に、そう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 。オッケー。振った後に後ろ行っちゃダメよ。後ろ行っちゃうとスイングがブレてるなって証拠だから。どっちかというと前で倒れた方がいい。そうそうそう。本当はまあ今みたいにこうピシャって止まるのが一番いい。それか。ここで前に倒れる。後ろが一番ダメ。こっち行っちゃダメだ。体が開いてるっていう証拠だから。そう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 。ここ行くよ。1、2、4が行くよ。3、そう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 。OK、OK、OK。この形できて、今度意識の問題なんだけど、左バッターって、打ったらこっちは走るでしょ、一塁だから。打ったらこっちに走るから、自然に打つと体って開いちゃうから、左バッターって。センターよりこっち、ちょっとショート寄りに打つ意識でバッティングしないと、結構体開いちゃうから、そこは左バッター注意しなきゃいけない。打ったら背中に走るから。そう。だから、センターにずっと打ち返すイメージ。左バッター特に。1、2、の、3。OK。よし、一回戻んでおいて。次、キーやろうか。そしたら、まず足上げて止まろう。1、2、の、3。そう。いいね。1、2、止まる。の、3。OK、OK。顔だけ最後の、こうしっかり残すんだよ。1、2、よ、そう、そこから、の、3、OK。で、この時に、こっちの肩があんまりこっち入りすぎちゃダメだよ。目線がこうぶれちゃうから、こういう肩は我慢。1、2で、そうそう、これで十分。足もね、もうちょっとね、ここがいい。あんまりこっち来すぎないとこう肩入っちゃう。OK。あんまりこっちバーッと入りすぎない。ここ辺がいい。そう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 。はい、で1、2、2で我慢。の、3。いいね。1、2、の、3。そう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 。で、今2でここに溜まってるでしょ。これが残りすぎないように思いっきりパーンしてパーンってぶつけていいから。ここがドーンってこっちに残しすぎちゃうともったいないから思いっきりぶつけちゃっていい。1、2、そういいんだよ。3、そう、いいね。1、2、の、3、OK。ここでタイミング取るんだよ。このまーで、のーでタイミング取って。はい、1、2、の、そう。これ、
で、もうちょい下でいいよ。まず、そう、そこ。OK。いいね。足上げて、よ。ちょうど耳と肩の間ぐらいが一番いい。なんでかっていうと、そのままこうレベルに出やすいから。あんまり高すぎると、ちょっと難しいんだよ。耳と肩の間ぐらいで、そのまま先にこう線に出してる。そう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 。1、2、そうそう、もうちょい手でいいよ。そう、からの、そう、オッケー、それそれそれ。最後まであと1球。1、2、の、3、よし。いつもは多分こうやってパーンと打ってこういってたと思うんだけど、そうすると今の姿だとタイミングがちょっと違ってくる。いつもみたいなタイミングで今みたいな打ち方したらもうボール来ちゃうと思うから、どんな感じでやればいいかというと、ピッチャーボール持ってるでしょ。ピッチャーがボール持ってこう投げるでしょ。このボールがこう遠くに行くでしょ。遠くに行った時に自分もこうバットも、そうすると一番タイミングがある OK。 だからピッチャーがもうこう来た時にはもうパーンとこう作っちゃう。で、遠いところと遠いところでぐーっとタイミング合わせていくから一番タイミング合う。で、最初はもしかしたら難しいかもしれないけど、それ意識してパーンって作ってノーマーでバーンって打つともっとタイミング合う。だからそれ意識してちょっとやってみて、で、必ず1、2で取る。ここが止まってから出していく。 OK。 よし、じゃあもっと打てる。大丈夫、なんか聞きたいことある。大丈夫。